聖魂、それは血を媒介とし世に伝わる力、文明存続の火種。聖魂にはまだ人に知られていない秘密がたくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？お方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう、いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ。手伝ってくれぬか。この紫色の箱は何じゃ？少女の中で光っている紫の箱こそが、すべての悲劇の始まりだと、この時はまだ、誰も知る由はなかった。お姉ちゃん、私の病気ちゃんと治るのかな？きっと治るぞ、リン。変なことを考えるでない。いい子だからきっと神様が助けてくれるはずじゃ。でも今朝お父様から聞いた話では、今度の祭典。お姉ちゃん、どうやら一緒に桜を見に行く約束もう守れないみたい。お姉ちゃんは立派な巫女さんになってみんなを守って。リン、お姉ちゃんはついに皆殺しをするほどの力を手に入れたぞ。あいつらに復讐してやる。全員殺してやる。全員道連れにしてやる。これを果たしたら凛の元へ行くぞ。たとえそれが天国だろうと地獄だろうと。必ず。いいね。もう一度わらわを封印するとでも言うのか。なぜじゃ、なぜ動かんのじゃ。何時が邪魔しておるのか。八重桜、あなたを封印することがあなたにしてあげられる最後のことよ。ごめんなさい、さくら。カレン・カスラナは死んだ。もう誰もわらわを止められぬぞ。この少女の魂、未来永劫わらわのものぞ。二人の協力により箱の中の悪魔は倒され、この地を侵食していた崩壊も浄化された。以来カレンと八重桜はこの一新された八重村で平穏で幸せな生活を送ることができた。たとえこれが聖魂が作り出した幻だとしても、少女たちは素晴らしい日々を送ることができた。わらわにはまだ叶えていない願いがある。しばらくの間、何時の体を貸してくれぬじゃろうか。知らないのに。いや、ダメだ。
殺さなければ人類が滅ぶ。やめて、殺さないで。これで人類は救われるんだ。あの子に落ち度はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。どうして僕を傷つけるんだ。やっと悪魔を封印できた。まさか死後に覚醒する力が存在するとは。崩壊中のみならず、機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、律者の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。僕は箱に封印された。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま、憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。この神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、悲玉丸。わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、桜ね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。桜ね、この力を桜ねの役に立ててくれ。はぁ、何時に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体もあのようになってしまった。じゃが何時の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ、八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。よく戻った、悲玉丸。桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃもう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは消息が知れぬ可憐だけじゃ。
桜姉と僕は天守閣で僕の力が封印された箱を見つけたんだけど、気前のいい僕は箱を神の鍵である地蔵御霊に変えたんだ。桜姉の役に立ててほしいと思ったけど、地蔵御霊を盗っ人に盗まれてしまったよ。え？何？言ってることが意味不明？だったら桜の輪廻の四字輪廻をプレイしろ。プレイしないと串焼きにしちゃうぞ。